はいどうもホワイトタイガーです。今回はですね日産のラフェスタ、車両型式は B30 ですね、純粋な日産のラフェスタになります。こちらのですねラジエーターが漏れているということでサブタンク、はい、減っております。で、まあ、アッパーからずっと見ていたところここ見えますかね。ちょっと見えにくいかもしれないんですけれども、アッパーホースの付け根あたりから下に向かって、このように緑色のですね液体が、出ていると思います。おそらくアッパータンクが多分亀裂が入っているかどうかでしょうね。漏れていると思います。まあ、樹脂製なのでですね、まあ、下走行それから低燃式にはですね、よくありがちなトラブルになります。はい、今回はですね、このラジエーターですね、よいしょ、ラジエーターをですね、アッセンで交換して、ついでにですね、サーモスタット、どこかな、はい、ロアホースの根元についております、サーモスタットもですね、今回は交換しようと思います。はい、それではですね、作業をやっていきたいなと思います。はい、リフトアップしました。しっかりと漏れてますね。はい、アンダーカバーを外してですね、ラジエーターの水を抜いていきたいなと思います。はい、アンダーカバーはぐりました、ラジエーターのドレーンはですねここについております。はい、これをですね、ねじるとここからですねラジエーター液が排出されます。ラジエーターの液を抜いていきましょう。はい、ラジエーターのですね水が完全に切れたら、ローホースそれからアッパーホース切っていきます。はい、ロアホース車両が切りました。それとアッパーホースですね、切っております。あとはですね、ここにブロワーのファンがありますのでファンのモーターとコントローラーかなのカプラーを外してラジエーターが固定されているですね、まあ、ブラケットといいますか、はい、固定のステーを外せばですね、ラジエーターだけが引き抜かれてくると思います。はい、それからですね、アッパーホースの車両側の付け根のところにもう一つサーモスタットがついております。でこちらの車両はですね、2つサーモスタットがついているというような形になってきます。まあ部品の個数としてはですね今回買えるロアホース側の方が多いんですけれども、まあ上の方もですね在庫個数的に言えばまあ出ていないわけではないとのまあ部品屋さんからの情報提供でしたので、交換される方はですねまあこっちのアッパーの方もですね交換していた方がいいかもしれません。はい、ただ今回はですねラジエーターがですね原因ですので、ラジエーターとロアのですね、サーモスタットだけ交換しようと思います。はい、ラジエーターが外れました。サーモはですね、よいしょ、ここについてます。ボルトが2本で取り付けられているだけなので、これをですねボルト2本外せばこのですね、外側のカバーがですね外れてくると思います。外していきましょう。はい、カバーが外れました。サーモスタットがですね、このようについております。バルブがですね、上ですね上向き上側にバルブがつくように、取り付けてください。ちょっと外していきますね。よいしょ、簡単に外れるかな。よいしょ、はい、外れました。これがですね、サーモスタットになってきます。パッキンが残っちゃっててですね、パッキンはきれいに取ってください。はい、サーモスタットですね、右が新品、左が外したものになります。まあ、実際はですね、お湯につけてみてこれがですね何度で開くかというのを見ないといけませんけども、
まあ、ここからですね、もう新品と交換します。はい、取り付ける時なんですけれども、バルブがですね、必ず上側ですね、上を向くように取り付けてください。はい、こんな感じですね。あとは、カバーをですね、戻していけば OK です。はい、取り付け完了できました。はい、あとはですね、ラジエーターの方を戻していきます。はい、右側がですね、取り外したラジエーターです。左側がですね、新品のラジエーターになってきます。今からですね、電動ファン、こちらをですね、新品の左側の方に移設したいと思います。で、今回はですね、アッパーホースとロアホースは交換しますので、今ついているようなですね、ロアホースが、ラジエーター側についている状態で、まあ、取り付けてみようかなと思います。アッパーホースのですね、付け根、よいしょ、アッパーホースの付け根からですね、今回は、漏れてたみたいですね。それがこうツーッと伝って下まで降りていったっていう形になってきます。はい、ラジエーターをですね、きれいに差し込みましたので、あとはですね、ロアホースを取り付けて、アッパーホースを取り付けて、そして、最後のですね、この固定のところですね、取り付けて、で、ブロワーファンのですね、コントローラーのコネクタを取り付ければ、はい、終わりになります。はい、アッパーホース、ドアホース取り付けました。はい、今からですね、ラジエーターの栄気を補充してですね、エア抜きやっていきたいなと思います。電動ファンが回りましたので完全暖気完了です。あとはですね、エンジンを止めて、水回りですね、漏れがないかチェックして、完了となります。はい、外しておいたですね、アンダーカバーも取り付けました。 OK、 はい、終了ですね、これで完了となります。まあ、心配な方はですね、一度試運転されてください。エア抜きはしているんですけれども、まあ、若干ですね、エアが噛んでいる場合もありますので、一回ですね、走られた方が、まあ、確実だと思います。はい、今回はですね、日産ラフェスタ車両型式 B30 ですね、こちらのラジエーターの交換をやってみました。ありがとうございました。